こんにちは。はい、やっと出れましたね。1時間入学してた。はい、はい、カイト君、こんにちは。とりあえずコーヒー飲みましょうか。カイト君、海外旅行初？去年、ハノイ行きました。沖縄から来たんですか？あ、違う、あれは違う。あれは違う。8年ぐらい住んでて。ああ、そうなの。新潟の人ですか？あれ、東京の人？どこの人？出身は新潟です。あ、出身は新潟なんですか？入国審査って空いてる時あるんです。いや、でも僕もう3回目です。僕1時間待ったの3回目です。混みますね。やばい、疲れたな。昨日めっちゃ具合悪くて。あ、そうなんですか？途中で帰るので、おー、もうともみさんでいいですか？ともみさんでいいですか？あ、じゃあベトナム何回目ですか？あ、僕はキッキキでいいですね。2回目。イエゾーイ。イエゾーイ。そうか、なんかベトナム語ちょっと知ってるんだ。あ、じゃあベトナム語で自己紹介をお願いします。ここに着いた瞬間からベトナム語にしようと思ったんですけど。あ、そうなんですか？迷惑かな。あ、いやいやいや、いや、お願いします。ベトナム語どのくらい勉強してるんですか？バナム語、バナム語。ニュンマン。ちょっと勉強する。あ、勉強もしない。YouTube 見るだけ。あ、なるほど。前もハノイ2人で行ったの。ハノイはベトナム人の友達が見て、はいはい、全部連れてってくれました。あ、案内してくれたんですね、ハノイを。で、今回はベトナム語をやろうと思って、自分で頑張ろうと思って来たんですけど、はい、いや、もう日本ではめっちゃやってきました。練習してきました。おー、ね、カイト、何歳？まつげめっちゃ長いな。まあ言うてよ。ベトナム語喋れますか？チャワイン。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 喋れるよ。しんちゃん。あさってにはダナンに行くんですよね。ですね。今日明日はホーチミンに行って、あさってダナン行って3日、2、3日？2日、あ、3日かな。うん。したら。おお、こぼれるこぼれる。どうしよう。美味しいはベトナム語で何ですか？喋れる。すごいすごいすごい、喋れる。すごいすごいじゃん。これ久しぶりの味。家で毎朝コーヒー作っても薄すぎて、あー、物足りない。これ最高。これビールがある。あとビール、これとビール、コーヒーとビールの。昼はカフェ、昼はカフェ、夜はビール。オッケー。そっか、シムの場所調べなきゃいけない。何のために来たの？休憩するために来たわけじゃない。めっちゃまともなこと言う。めっちゃ、いつも。信号赤だよ。ママは赤なのに進む時が多い。そうそうそう、そんなやん。コンビじゃないです。面白いコンビですね。いつも喧嘩してるよね。それはふざけてるね。ふざけてだけだよ。もう日本で予約してたんですか？あ、そうです。あ、日本で予約してこっちでもうもらうだけみたいな。マシュマロみたいな氷だ。マシュマロみたいな氷？ベトナム語さ、知ってんの？日本人なのに。そうです、勉強しました。じゃあ、1、2、3は、ベトナム語で1、2、3は。ハイバーオナンサオバイダンジムイ。おー、早い。言えるやん。はい、お母さん1から10まで。お母さん。恥ずかしいです。バームイ。バームイ。
そう、バンムイ何？バンムイ、バンムイじゃないですよ。バンムイじゃない。びっくりした。でもまだ若いよね、30歳。何歳だから若いよね。え、何歳なの？あ、僕37です。37か。何でも若いって言ってくれる。若いな。若いよね、まだあと何十年ある。いや、カイト君に比べたら若くないけどね。めっちゃ元気。とりあえずシムカード、シムカード多分あの辺にありそう。お題いてもないか。ビナフォーム、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 ビナフォーム。あ、じゃあ、ダッチョクソや。え、7日で12万ドル、悪くないの。安いよ、全然ハノイより安い。データにアクセスにはモバイルデータ通信をオンにするか。動画撮りながら行きますよ。あれめっちゃ美味しい。何時間でさ着くの？30分で着きます。30分か。あ、30分かかんないか。もっと近い、もっと近い。20分ぐらい。え、20分ぐらいで着きます。早いな。自分何歳かベトナム語で言えますか？何歳です？でもなんか自然と頭の中には入ってる。ここあるね。おとか言ってきました。全部 YouTube で覚えたの。子供？そうですね。あ、私が多分言ってるからです。あ、そう言ってる。あ、お母さんが言ってるのを真似てベトナム語覚えたの。何してるのっていう感じだよねとか言って。まあでも今回ホーチミンは初めて。もう。でも特に行きたい。なんかここに入れれば幸せなんですよ。ここに入れれば、ベトナムに入れれば幸せ。住みたいんですよ、本当は。僕でも住みたい、ね。何がきっかけでベトナムに興味持ったんですか？か、職場に行って、うん、ベトナム人。あ、職場に。だからそれまでもカイトは海外とか全く。カイトはずっといたいから、一緒に。ね、ここに住むか。何系のお仕事なんですか？農業系。農業系。うわ、こんなにレース迫ってきてるんだ。どんどんだじゃん、ブラちゃん。どんどん無線にあるんだ。無線に走ってる、こっちの方は。何食べるの、うん、飛べないアンジン。飛べないアンジン。海藤アンジン。もうすぐで着きます。もうすぐで着きます。まあ、ちくたびれたね。 あと何分ですか？あと1分です。1分まで車では。これです。いけない場所に Swimming pool. Yes, on lobby when you want to go swimming pool, you can ask swimming pool. Security okay. Reception. Where is lobby? Yeah, lobby. At the end of the trip, you can see lobby on left hand. Okay. ブロック B はあっちにあるの。ここブロック A。こっち？2階って言ってた。セカンドフロアって言ってた。はい、2階です。床がかわいい。いいやん。え、これでいくらぐらいだった？3000円。あ、3000円めっちゃいいやん。やっと着いたとりあえず持って帰ろう。ジョインバリーマンベー。Yeah, I had this before. I love this one. Yeah, very good. Always, yeah, a very good one. Yeah. Do you like it? Always.
Every time holiday here. Every time here. Every time. Yes. My wife straight away. Let's go Turkey. Let's go Turkey. Yeah. はい。一回帰ろう、一回帰ろう。はい。一回帰ろう。はい。OK, see you.申し訳ございません。大丈夫。これが旅行のリアル。旅行のリアルだ。何をやってるの？大丈夫。これが旅行のリアル。大丈夫。ベトナム。お腹減ってない。ベトナムのヤクルトどう？どうですか？最高ですか？最高。あの日本よりも美味しい。わ、日本のヤクルトよりうまい。心配されてる。いつもちょっとなんか真面目な顔とかしてると、ママ元気ないの？元気なんだけど、ちょっとね。まあまだ明日があるから大丈夫。え、明日いる？明日、あ、います。よかった。います。大好きになったから。なんだそれ。どういうとこが大好きになった？面白いところなんか面白いこと言ったかな俺あ今日はデリバリーを楽しむっていう元気やね元気やん明日動けるの今日ずっと元気やん明日もちょっとね体力あるねうん飛行機で全然寝なかったですよ全然寝なかったのとりあえず寝なさいって言ったらなんかちょっと寝て起きて旅行だから興奮してるのも、うん、それもあの多分よあのさ4時間だけ寝て4時間も1時間も寝てないや時間時間お腹は空いてるの食べれる食べたいですさあ頼みましょうか飯をね飯食べないとねねとりあえず豆腐食べて浜豆腐うまいけさっきの豆腐やめていい。なんで二人とも豆腐みたいな食べてって二人とも豆腐って言われる。ああ涼しい。じゃあ YouTube 見ようか。ほら食べたくない豆腐食べて。そんなに言うなら食べてみよう。そう。いつもは言わない。美味しくなかったら美味しくないと言えばいいんだ。そうそう。おい、豆腐食べないと怒られるぞ。あ、お腹すいた。でもお腹すいた。ねむさん食べたい。ねむさん。ねむさん食べたい。ココナ？え？ココナ？ココナ？はい。はい、食べます。食べます。食べたくないけど、豆腐食べます。あの下にあのシロップあるから。うん、ああ、生姜みたいなの。そうそうそう。ちょっと痩せすぎた塩味が欲しいよ塩味がおいしい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 適当すぎやおいしいこれより飯が食いたいよおいしいおいしいバイバーイ食べませんか、うん、今日のハイライトこれこれだけということでグラブフード頼みます肉うん豆腐より肉です豆腐より肉が食べたやつですカイト君、カイト君食べないのご飯食べるじゃあホーチミン初めてのバンさんですグラブフードいただきます何だったっけな、まあ、鶏ももかなんかだった気がするはい、乾杯乾杯よおいしいおいしいおいしい。まあビールがうまければいい。ビールうまいが一番。米。米食べたかったの。米食べたかったの。お腹すいた。米。そんな米食べたの。米が。まあ、あれなんか機内食出なかったの。頼まないと出ないのか。買って。なるほど。そうおにぎり持ってない。米。米。米食いたかった。うん、これしてるさあ、レモングラス、
あ、レモングラスの香りがする。うん、美味しいですね。美味しいですか。よかった。体調悪くてって言って帰ってきたのにめっちゃ元気にビール飲んでる。でもお腹の調子は悪い、まあね、悪いですね、これ。どうしよう、悲しい。あ、そう、うん、明日もちょっとスローリーに行った方がいいかも。あの、みんなやっぱ食べ過ぎでお腹調子悪くなる。あー、どうしよう、ね、何が何がお腹いっぱいになってきた。今度心配な、心配、楽しめるかも。ああ、初日からちょっとあれ、でも全然食べなくていいの、うん、もう気分か、もう疲れちゃった、うん、本当は。あれ、ご飯食べる、特に食べる、お腹すくよ。ルンルル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 。あら、おはよう、元気。バイバイ、バイ、肉まんだけ食べた。肉まんの皮だけ食べた。皮だけ肉食べるの。バイクに早く、バイクに乗りたい。バイクに乗りたい。ボルダリングするにも暑いかな。3時4時ぐらいの方がいいかな。一番暑いですよね。もう外バイク走ってるだけで暑かった。トカゲがいた。あ、本当だ、本当だ、あそこにいる。青いね。かわいい、頭だけ青い。頭のとかにこういうやついる、いますよとか、こういう電線とかのところをいるって言ってた。なんでこれ3人の人の初めてか。どうでしたか、久しぶりのバイクは。楽しい、楽しい。最高だね。楽しい。シェキャオ。今日全部全東西部は、もう全部そう、全体も西部は。ハメさん。はいはいはい、来た来た来た。あ、ドリアンのね。あ、ドリアン匂いする？うん、やだって。食べないの？え、食べないの？食べないの？それドリアン入ってないよ。あ、入ってないよ。文句は？文句は？アニ。食べないの？食べないの？一口一口。いや、もういいよいいよ、別にママ全部食べるから。あー、もう食えへんよ。疲れてるよね。なんか機嫌がちょっと、機嫌が変わった、機嫌変わっちゃった。ほっときましょう、食べよう。あ、めっちゃ美味しい。ほっと、わー、すげー、すごい、ドリアンの匂いする。どうですか、ベトナムは。どうですか。おもちゃが買いたい。おもちゃが買いたい。いいでしょ。じゃあどこ行こうかな。おもちゃ買いに。おもちゃ、おもちゃ買いにしか、それにしか乗り乗りはない。だから紙でおもちゃ買いに行けばいいんじゃない。紙はいい。だからおもちゃ買いに行くでしょ。おもちゃ買いに。おもちゃか、どこで売ってるかな。持って帰るの大変だよ。そうね、重たい。持たないよ。帰るの。アボカドスムージーを食べ、これからボルダリングをしに行くことになりました。どうしてもボルダリングに行きたかったっていうわけではないんですけど、ただ2人ともベトナムには来たけれど、特に観光がしたいというわけでもなく、行きたいところがあるわけでもない。さらにこのホーチミンの暑い昼間に子供を連れて楽しめる場所を僕はあんまり知らないんで、とりあえずボルダリングになりました。どなたかお昼に子供と行って楽しめそうなところがあれば教えてください。僕
ここはライブ、コンサート、イベントもしてる施設で、この日も週末でたまたまなんかのイベントしてたみたいで、すごい人がいて、さらにここ外国人エリアなんで、お客さんの半分以上は外国人でしたね。おもちゃもなんか、え？物色してる。絶対買わないでしょ、これは。キラキラが好きだからね。あ、キラキラしてるの好きだろ。ねえ、キンキラ。そしてここがボルダリング。値段は1人当たり、装備とか靴とか借りたら1人20万ドルぐらいだったと思います。 You can start right now. Yes. Are you ready? Yes. Yeah. Okay, you need to tie your hair first. 髪くぐった方がいい。あ、これそう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 、そこを無理無理、そうそう、青とね、ピンク、そうそうそう、青とピンク、うん、同時に動いた方がいい。足と手をグッてやって、思いっきりやって、そう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 。休憩したいときは止めてくれるから、だから休憩したくなったら言ってね。うん、いけるいける、おお、いけるいける、いけるいけるいける、まだいけるいける。ともみちゃんはこの日は初めてのボルダリングで、途中まではいい感じで登ってたんですけど、下見たら怖くなったそうで、結局最後まで上がらず途中で降りてました。あ、怖くなった。僕は人生2回目のボルダリングです。ボルダリングってただ単純に上に登っているように見えますが、実際登ってみると登るのに力が必要なのはもちろん、意外にどう登るかを考えながら進む必要があります。こんなのどうやって登るんだっていうぐらい掴む場所がない時もあるんです。それでもなんとか自分でこう上がる道を見つけ出し、上へ上へと這い上がっていく感じがとても楽しいです。お腹空いてきた気がする。お腹空いてきた。食べれるかな、やっと。とりあえずまあ食べてみて、その後はバインミーを買い、同じくタオデーにあるサイゴンコンセプトっていうカフェや雑貨屋が集まる場所にやってきました。カメラには映ってませんが、この水の中に鯉も泳いでます。食べる？嫌だって言ってんじゃん。嫌なの？全然食べないやん。いや、久しぶりに食べました。久しぶりに食べる。待って、うまい。うまい。本物だね。オレンジジュースうまい。あ、こちらですね。ご案内ありがとうございます。こちらがブロック B なんですね。あ、ホテルに備え付けのプールがあるらしいんで、こっちの建物の5階にやってきました。宿泊者限定のプールで、ここは路地の中なんですごい静かで、他のお客さんもゆったりプールを楽しんでました。別にプールに来て何するっていうわけでもないんですけど、ぼーっとするにはいい場所で、ともみちゃんもこういうの求めてたって言いながらひたすらまったりしました。ホテル自体はそんなに新しくはないのですが、1泊4000円で眺めのいいプール付きとかなかなか日本にはないんで、そう考えるとコスパ高いですね。あと月単位で部屋も借りれるみたいで、値段聞いたら13から15ミリオンぐらいでした。安くはないですけど、こうあんまり大きいマンションとか好きじゃない人はこういうとこが向いてるかもしれません。なんなん、ここ位置的にめっちゃいいとこあるね。夜めっちゃいいだろうね、ここ。筋トレできるの？筋トレするの？筋トレする。頑張れ。おお。筋トレ。わお。もう一回。違う、変える。重くするの？重くする。おお、分かってるやん。おお。おい。じゃあ4個つけよう。 2.5 キロ4個つけた。違う、1.5 キロ。それ 1.5？いや、リラックスしてますか？ビールのこと。ビールが欲しい。お腹の調子良くなったん？カッビア。カッビア。カッビア。まあ、何もしないのが一番リラックスね。うん、大丈夫です。どうした？どうしましたか？どうしましたか？どうした？あ、水顔にかかったんですよ。え？どういうの？アンズイ？ネムヌン？
まったりしてるじゃないですか。どうしよう。どうしよう。まったりしすぎて動けなくなった。どうしよう本当に。ああどうしよう。何のどうしよう。帰りたくない。本門兵。本門兵。外も暗くなってきたので晩御飯の時間です。今日の予定は夜ピクニック。なんでランドマーク81のすぐ横にあるサイゴンセントラルパークに向かいます。マイクはビンホームの地下駐車場に停めました。週末で混んでたせいか公園から離れたビンホームに停めないといけなかったのでちょっと歩く必要がありました。とりあえず公園に向かう前にまずグラブフードのアプリを開き、ともみちゃんが好きだというネムヌオニャちゃんを頼み、ほらほらしてまんとこ、多分あと10分ぐらいで来るよ。確かにゴロゴロしたいわ。ゴロゴロしたい。あ、ここで食べてもいいやん。コンビニで飲み物を買って公園へ。ここはホーチミンで最も大きな集合住宅の横にある公園で、面積もかなり広く、いつも多くの人で賑わっています。花火大会。花火大会。どこに食べるの？どこがいいかな。ねえねえ、カイト決める。カイト決める。え、もうちょっとあっち行こうよ。もうちょっと出て。あそこにしよう。そこ真ん中。ここでレジャーシートを敷いておしゃべりをしながら、ご飯を食べてる人もよく見かけるんで今回食べ物を持ってきてみたのですが、シートの代わりにマイクの雨がっぱでは小さすぎて、食べ物置いたら全然人間が座るスペースはなかったです。まあシートが小さすぎたのはひとまず忘れましょう。さすがにカッパ1個じゃ無理か。食べ物とカイト君が座ったらもういっぱいいっぱい。大人座る場所ない。じゃあこっちに座れば。もう一回にアンソン。とにかくここの大きな公園の開放感と後ろにそびえ立つランドマーク81が改めて動画で見てもいいですね。こういう公園はさすがにハノイにもないんで、やっぱりサイゴンは何でも規模がすごい大きいなと感じます。なんとかここでマキマキして食べよう。これ飲み物、あ、とりあえず乾杯する。これでいい、これでいい。なんかよくわかんないけど。あれ？なんか乾杯もしないと。不機嫌モード。よっ。よっ。ありがとうございます。いただきます。うんま。うんま。やっぱり最高だな、カイドウ。めっちゃうまそうな顔してるやん。やばい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 。あ、たこればっか食べてんじゃん。これ食べないで、全部食べないでよ。これ何、なんちくわみたいなの、まだ食べたい。早く大体でいい。何でもいい。早く早くビールのつまみが。これいただきます。おお。うん、なんだっけ、コンコ、コンコニュン、コンコニュン、コンコニュンってなんだっけ。とりあえず俺もお腹すいた。寝るのここで。もうちょっとそっち行って。寝ないで、もう場所ないんだから。場所ないんだから寝ないで、ここで。ちょっと嫌な。寝てます、この人。人いる。カッパの上で寝てます。疲れた疲れた。大丈夫、食べたらお家帰るから。そうそうそう、食べてるお家帰って、お家帰って続けるよ。もうやだ。なんだ、もっと白かったっけ。カイト君食べないの。ママ作ってあげようか。食べる。あー、ソースソースソースは。いいね。これ辛いんですか。辛く全然辛くない。これ。タレタレタレは。タレ。いらないよね。タレいらないの。そのまま好きだよね。あ、そうなんだ。ラーメン。タレなしが好きなの。そうめんとか。ラーメンそのまま。うどんとかパスタとかできれば何もつけたくない。あ、麺そのまま？でも自分も子供の時そうだった。そう。よく噛んで食べる。なんだよ。皮食べてる。
本当に日本人ですか。ラーメンの麺も食べるし、そうめんの麺も食べるし、ライスペーパーそのまま食べるし。何人ですか。それ面白いの分かってる。分かってんのか。分かってやってんのか。じゃあ、これ作ったのか。まずこれを。入れますか。これを野菜入れてくれる。なんで日本にはないんだろう。え、日本なんでかな。よし、これで。なんか大きめですね、これ。あ、待って、どれがいい。今から入れ直す。これです、これ。なるほど、タレまでつけてあげるに優しい。はい、もう一回、バオニューピエン。はい、これは、はい、1円。1円買います。あ、無料、ただシャンクは本当？うん。シャンクは？ナウベ、シューダベ。いや、こんな生活してたら日本に帰る意味ない。意味わかんないですよ。毎日が休日ではないからね。だからみんな仕事してるんよ。すること、これさ。でも週に1回ぐらいは結構気軽にこういうことできる。できるよ。日本で夜公園行ってもなんか誰もいない。誰もいない。寂しい。まあ、ここ特別だね。ここはね。10年以内でしょ。かわいい。かくもやってくれ。この人たちかわいい。よく目つけるの。なんかバカみたいな。お腹いっぱい。お腹いっぱい。お腹いっぱい。行くよって誰に言ったの。まあ、言わませんが。どこ行った。やばい。あれ、いや今調子乗りすぎる。ここでちょっと目を離した隙にカイト君が帰ってこなくなってしまいました。ともみちゃんも一人で探しに行ったりと焦りましたが、20分後になんとか一人で戻ってきてくれました。ぐるっと回って、そうだ、絶対わかんないね。ぐるっと回って、ほら、あちらに来たよ。く戻ってこれたね。ほら、あっちから帰ってきたよ、人。ここに来たんだけど、どこに。なんでわかったの。わかんなくて、一回真ん中行って。そんな冷静なの。やばいからって、これから木の、木の近くにいるから、うん、木の近くを探そうって自分で思って探してみたらいた。ああ、ちゃんと考えたのね。ああ、やっぱ迷子になったんだよね。どこまで行ったの？どこまで行った？やばい。まあ、ぐるっと回ってきたんだね。そんな。よかった。やばい、誘導しカイトを探すことになるから。本当よ。カイトだって。ね。泣きそうだった。泣きそうなんじゃない？あ、それ見て。ママ泣きそうだった今。え、見せて。ほんとにやばいかな、あれに登ったかなと思ったんだけど、そこに行ったらなんか登りたくなった。あのくるくるした階段。よかった、ちょっと登ってください。一安心のビール、一安心のビール。早くお家行こう、ホテル行こう。痛い。ただお姉さんに話しかけてきます。ナンパナンパしてきてす。ママが死んじゃう言って。ママに行かせ。言うから可愛いんだよ。行きたい気持ち悪い。登るのあれ。すごい上に来た。すごい。めっちゃ綺麗。次の場所。次の場所はお家で YouTube を配信。何が？何が？日本と何が違うんだろう？日本と何が違うんだろう？これが行われないんだろう。なんで？
もう最近の日本の雰囲気が俺よく分かんなくなってきた本当にだからもう日本ってあれどんなやったっけな、そんなに、おそんなに、だって俺帰っても山口県しか行かんけど、山口県もう昔も今も静かやん確かに、おだからめっちゃ遠く行ってるよもう、かーいかーい、あとは展望台を登ったり公園をくるっと散歩して戻りましたが、本当にこの公園広くて歩くだけで運動になります。カイト君は迷子にもなったにもかかわらず最後の最後まで本当に元気でした。よし、エネルギー使った。使ったね、エネルギー。あと、エネルギー溢れたら、あとお家帰って YouTube 見るだけよ。そうだ。そうだ。そうだ。じゃあ明日、明後日は、と、明後日はダナン。3日間ダナン。明後日いる？明後日。明後日はまだダナンいるのかな？その次の日ぐらいに帰ってくるんでしょ？はい、いやー、またその時ね。いやー、いやー。おい、ヘルメット。はい。じゃあまた3日後に、3日後か4日後に。あら、やほー。しんちゃおし。へべだい。へべだい。久しぶり、3日ぶり。危機に会いたくなっちゃった。危機に会いたくなっちゃった。かわいすぎやろはい、ポカリ、ダナンどうでしたか？楽しかった。え？楽しかった？木のエレベーター使った。何言うでっちゃい。何言うでっちゃい。木のエレベーターとか金、うん、そんないいとこ止まったの？いいとこじゃないの。いいとこだよ。いいとこだった。でもこんにちは。That's made. Being look bonza. Look bonzo. Tio. Bonza tio. Sauza san. Ah, 海で遊んで疲れて4時に寝てしまった。ずっと走ってた。ずっと走ってた。貝を拾ってるから。赤拾ってた。ミトン。みとも食べてたな、どこも行けないから。あ、もうどこ行けない。VTV 見て。あ、一人で。なんか日焼けしてんじゃない？海でめっちゃはしゃいで。日焼けしたよね。なんか3日前よりなんか黒くなってきた。かっこよくなったって。うん。うん。あれ？かっこいい男になったって。うわー！うわーい！OK。なるほど。あるよ多分、どこにでも多分、なるほど、よっぽどお気に入りやったやん、もっとかっこいいやつ買おう、お気に入りやったんやね、そうそうそう、かっこよかったよね、あれ10個買ってって10個買ってよ、忘れないでよ、よいちょ Give me this まだ見せんとどう、見たの、あら。バインミー食べたのさっき。半分だけ。え？うん、なんかパイナップルの匂いするね。何飲むの？ビール。ビール？あ、頼んだ？カイト君は？ビンゴ頼む。Can I have, yeah, corn with butter and garlic? 食べない。ちょっともう一個ぐらいなんか軽いの頼もう。Which one is popular one? Yes, one. Yeah, yeah, number one.まだベトナム来て食べてないものは？何にも食べてない。何もやって食べたやろいっぱい。あ、そっか。いっぱい食べてる。ダナンでもダナンで何食べたの？ピッツァ。ピッツァ？ラーメン、餃子。ダナンで？でもあれ食べましたよ。ダナンでピッツァラーメン餃子食べたの？日本や。おかゆ食べました。あ、おかゆ食べた。知ってる？おお、あ、めっちゃ美味しそうやんこれ。え、これ自分で撮ったの？あ、自分で撮りました。めっちゃ美味しそうやん。ホヤンの。あ、めっちゃ綺麗やね。アサリの、アサリ。美味しかったね。うん。ハンドスピナーがないじゃん。ハンドスピナーがない。もういいよ、分かったよ、後で行くから。もう怒らんでよ。じゃあハンドスピナー優さん教えよ。あとでハンドスピナー探しに行かないとね。え、あるとこ知らない。すいません。すいません。知ってるよ、何でも知ってる。じゃあ、あるところ教えて。はい、はい、あるところで、了解しました。
だけ山を登ってもどれだけ川を登ってもどれだけ川を育っても私はお互いを愛します。なんだこれ。だから北海道は遠いって言ったけど、もし愛し合っていれば、うん、どんな山でも登れる、川でも愛し合っていれば遠くても大丈夫。遠くても大丈夫って言いたいじゃん。臭い。生きることは愛することであり議論することであり。そんなで言うと、今回にゃお。喧嘩するのって聞いたら、ああしないしない。あ、奥さんと喧嘩する。あ、そうそうそう。これすごいね。何これ。食べるよ、カイト。絶対美味しいよ、これ。面白いね。食べれるのかな。わかんない。食べる。美味しい。トウモロコシ。だって普通の。でも芯まで食べれる。あ、でもこれ結構しっかりガーリックと、うん、バター効いてる。いや、思ったよりは小さいけど。おしゃれなもの。すごいね。何かなソース。これビーツやね。違うね。あ。ビーツ、ビーツ、ビーツ、ビーツそのまま。ビーツ食べれる。あ、ビーツすごいね、うん、あ、土の味がする。そう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 、ビーツだからね、うん、そう多分こっちのソース、こっちこっちこれつけて、これチャインとかライムとか入ってるやつ、はい、そう緑の唐辛子の緑。そうそうそう、あ、美味しい美味しい、うん、辛い、うん、これはちょっと食べれないな。食べれない。辛い辛い。もうこれが辛いんだよ。違うか。これが辛いのかもしれない。そうだよそうだよ、これが辛いんだよ。でも美味しい。うまいやん。ビールと合うやん。ハロー言ってごらん。あ、そうそう。ハロー。保育園の味。Kindergarten. Kindergarten. Yes. Beautiful. Beautiful. I work in a school. What is your name? Michelle. Kaita. 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 Michelle. Michelle. John. Kaita. 人見知りなの。わかんない言葉。あ、言葉がね。でもどんどん優しいの。しんちゃんってすごい元気に。なるほど。あ、やっぱ言葉の問題だって正確じゃない。本当に言葉わかんない言葉だと固まっちゃう。本当に固まるって自分でしてないんだけどね。ヘッド多い。うわ、持ち合いの。うん、ここにいたら本当にベトナム語上手になれるのにと思いました。じゃあ農業やめて住もう。住みたいって言ったけど、でもな、英語ができないから。英語とベトナム語できたらなんか仕事って言ってた。英語がちょっと、いや、まあ日本語だけで生活してる人もいっぱいいるよ。全部入る。おいおいおい。おいやば。なんでだよ。やば。やば。何が。あ、この雰囲気で飲めるのが最高。何探しに行くんですか。何探しに行きますか。今からカイトが好きなもの。マジカイト。カイトだけ買える。カイトだけ買うの。これお買い物とかはいいね。見なくていい。いい。おもちゃの方が大切か。子供のおもちゃ優先ですね。あ、はい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 。ここじゃないって言われた。あ、本屋さんならあるけど、本屋ありそうだね。本屋さんにハンドスピナーあるか聞いてみようか。結構大きいからありそうだけど。ありそう。
ほら、ありそうやん。これ、俺は番外ない方。スピンナー。どうぞ、スピンナー。見た。あ、こっちあるって、こっちあるって。うん。ああ。え？あ、あるやん。これ？これが欲しかったの？そう、本当に。あ、これ同じやつ？これのも。48000ドンです。どっちがいいの？キンキンがいいの？2個があるの。これと。3個も持てないじゃん。あと4個で。じゃあ4個はいらないでしょ。よく考えたよ。3個は？よく考えたよ。サッとじゃない。全部は買えないから。あ、あとこれ。あの、買えれなくなった。何個買ったの？あ、2個ね。よかった、2個で収まった。痛い。人。本物。あ、怖い。怖い。わあ。帰ってきたね。スピナーが帰ってきた。わあ、かっこいい。こうやって遊ぶ。もっと飛ばしたりするのかと思った。ああ、知らなかったの。あんま知らない。もうよくあんま知らない。うん、名前しか知らない。よかった。よかった。よかった。どこ座りたいの？座りたい。ね、動いた。首がこうやって。怖いの。着ぐるみも怖いですよね。着ぐるみも怖いの？あれも？あの手がもう。あ、そう。美味しい。ガイドもまあまあ。まあまあ。ガイドもまあまあです。みんな何時寝るのか？何時寝るのかな？最後、本郷。もう待ちきれない人が。いいよ、どうぞ。どうぞ。はい、カジョ君食べる？食べる？おー、おいしそう。おいしいね。これはいいわ。わー、いっぱい入ってるね。うわー、めっちゃ美味しそう。何かな、いろいろ入ってる。もっと桜エビ、コーン、桜ほら、好きなコーンが入ってる。ね、コーン入ってる、うん、辛いね、これ、うん、あ、ちょっとだけチリソースが入ってるね。あとチーズ、マヨネーズ、ネギ、うん、あとマーガリン、ちょっとこれ何とネギ、そんなとこかな。はいはい、分かった分かった分かった、まつげ長い長い長い、まつげ長い。自慢のまつげ。自慢のまつげ、はい、自慢のまつげ、分かった分かった、自慢のまつげ、分かった、長い長い長い。なんか入り乱れてる。いろんな味がいる。いろんな味、ね、でもそんな感じだよね。本当、本当いろんな味が混ざってるからね。辛い。うん。どうした？辛い。あ、辛かった。ああ、そっか、チリソースかかってるから食べれない。ああ、ライスペーパーだけ焼けるか聞いてみよう。あ、今日は日本もう一回マンちゃん日本でも今回ないとかチーマンちゃんとやマンちゃん本当やマンちゃん本当やかねてマンちゃん本当やマンちゃん本当やちょっと結構ちょっと結構ちょっと手番によって。あ、ちょっと待って。すごい。わかったね。結構熱い。持ってたあげる。おー、これ絶対美味しいじゃん。美味しいですか？お金いいっていう。ちょっとずつ食べる。下もちらしたの。わー、一番美味しそう。やったー。わー、最高。わー、サクサク。もも食べたい。わー、美味しそう。本当に美味しそう。もも
めっちゃ嬉しそうやめっちゃ嬉しそう。食べてると余計めっちゃ無言で食べてる全然喋らないすごいねよく水も飲まずにそんな食べるねそのばかりそりゃ喉乾くでしょあれ一枚食べたら今のもう一回お願いします日本では、これいらない子供と、遅くまで、子供遅くまで、返事遊び回ってたら遊び回ってたらもう明日あもう悪い親、悪い親みたいな本当にそうと思いますよまあまあ確かにあんま見ないねそう言われてみればあんま見ない10時なんて、遊んでなこっちこっちこっちすごいね、ここから見たらなんか本当どこの国って感じだねまあでもこの橋もできたばっかりなんや今年のできてまだ半年も経ってないねこれ、別名愛の橋 Go, go, thank you まあ、ブッシュこれブッシュまぶしすぎだよこれレース？誰と？どっち？二人レース？じゃあ二人でどっちママじゃないの？よいスタート！よいスタート！ああ、よう走るでサンダルで疲れた。脱ぎました。裸足で走ってたの。じゃあキキさんによいスタート言っても。よーい、スタート。走ったね。なんで全然や焼けてないの？子供にはならない。子供にはならない。ちゃんと確認してちょっと聞いた。子供だけ来るんだって。黒くなりたいんだよね。かっこよくね。聞いたよ、ママ。あ、なりたかった。なりますか？ちゃんと聞いてますよ。あ、聞いてる。まだ走るの？転ばんねよ。すげえ元気。めっちゃ元気やね。全然旅行で知らないとこ行くのにもあんま疲れないんだよね。どうなんですか？まだ行く？まだ行っちゃったよ。どうした？どうだった？どうだった？どうした？どこまでした？すっきりした。めっちゃめちゃ遠い。どんな気持ちで走ったんですか？もう本気モード。本気モード。本気モード。本気でしょ。将来の夢は？言えない。言えない。本当に疲れちゃった。エネルギーがあり余ってるよね。本当に。ずっと踊ってたもんね。本当エネルギーが余ってるよね。走らずにはいられない。溢れてんだよ。溢れてんの？うん。めちゃくちゃさ、溜まっちゃってんだよ。溜まっちゃってる。何溜まっちゃってる？溜まっちゃってる。エネルギー溜まってるの？溜まりすぎてんだよ。正直疲れたでしょ。正直は疲れたけど。疲れるし、まあ、パワーも。ああ、じゃあ今からママと鬼ごっこしよう。なんでやねん。よーい、スタート。はいはい、まだ行くの？疲れた。よく酒飲んだのにビール飲んで走れるね。すごい元気やね。でも全然酒も強いんだよ。強そうだな。ね。好きな歌。好きな歌？あ、そうだ。
あ、歌流すの？いつも二人でそれ聞いてんの？めっちゃ笑う。やばい、明日帰るみたいじゃないですか、なんか。元気じゃねえか、歩きなさい、歩きなさい。歌ってる、一応歌ってるんで書いておくの。パパパパ、食べに行きます。まあ、ちょっと遠いけどね、多分 Google マップでも36分だからちょっと遠いけど、ぶんどうマム好きの友達に美味しいところどこって聞いたら、うん、そこ、うん、まあ遠いけど、ね、せっかくなら美味しいの食べないと ね、今日さ、プールで泳いだんだ。今日プールで泳いだの、うん、あ、そうだ、2人で、うん、ママが抱っこしてくれてせーの、いいよ。あはははは。あ、そうだ、眠れなかった。サーコン。サーコン。本当に遠かったね。本当遠かった。もうここですでにマムトムの匂いがする。まあでも好きなんやろ。トンテ、トンテ、珍しい。わあ、もう店中マムトムの匂いがする。え？トン、トン、トン。おい、おい。はい、乾杯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 。オーマイガス、おにぎり食べてます。コンビニのおにぎり食べてます。お前ペーパー食べる？いや、ペーパー、それそのまま食べれるかな。これ食べれる、食べれるかな。あ、醤油つけて食べるの？ちょっとずつね、大丈夫？そんなことやってる人見たことない。何人？醤油つけて食える、食べれる？ちょっと硬い。面白い、カイト。あ、食べれた。食べれるね。ちょっとずつね。醤油の柔らかさね。醤油が柔らかい。なるほど、醤油つけたら柔らかく。すごいね。もうベトナムどこでも生きていけるんじゃない、ライスペーパーさえあれば。ね、すごい、めっちゃ適応してる。マムトム味見してみてどうか。マムトムだけ味見してみて。あー、美味しい。これね、これやったよ、これ。それで食いける、それでいける。それでビール、いや、もう日本酒が一番いいかも。日本酒、マムトムと日本酒、うそやろ。マムトム好きなお母さんのライスペーパーだけで食える。息子、おいしい、おいしい。開けたの、これ入れる。おお、食べるね。ちょ、俺も味見してみよう。はい、カリカリで、うん、ちゃんとなんか旨味がある、うん、あ、美味しい、うん、あ、家だ、もっと美味しい、うん、ね、あ、最高。どうしよう。どうしよう。やばい、美味しい。あ、これネムチュアだ。そうそうそう、美味しいね。どうしようね。うわ、美味しい。見て、ここの分めっちゃ四角やん。巻くようにやってます。巻くようか、巻こうかな。巻くのめんどくさいよ。そう、めんどくさい、めんどくさい。いいやん、食べよう。めんどくさい、そのまま食べてる人いるから。大丈夫？はい。ゆっくり食べて。よく噛むね、大丈夫？歯舐めてね。硬くない？スルメイカみたいな感
食べて。大丈夫。うん、うわーめっちゃ美味しい。いや、はるばる遠くから来た甲斐があった。これは？これはどう？美味しいね、カイト。うわ。いやね。お肉食べない。豚肉、豚肉。やばい？生きててよかった。生きててよかった。とりあえず明日は就職活動します。明日は就職活動？あ、明日家探しでいいですか？最後の日に。いいよ。何でも食べてみな。飲んでみな。ほらほら、パッションフルーツ。美味しいよ。一口一口。あの。何でも挑戦してみな。どう？あら、気に入らない。このシソとかと一緒に食うとうまいんだよね。俺もライスペーパー食べたくなってきた。あるわ、タトゥーの撮ってよ。はい、はい、はい、興味ない。興味ないね。おいぞ、おい早く。俺もちょうど見てなかった、スマホ見てたわ。明日髪切った方がいいよ。切ろう。やだ。ね。やだ。ダメ、明日髪切りこう。明日。やだ、やだ。散髪ね、明日。やだ、やだ、やだ。ダメダメ、強制。強制、うん、これ決まった。そう。決定事項。1回だけね。1回だけ。うん。一発だけ。一発勝負だ。一回だけ。Hello. Không biết nói gì tiếng Hàn quá. Tiếng Hải hả? Nàng có áo giặt của này cả na. Áo phục đà này, cái chỗ. Mua chơi gôn à, à có na. Mà, cái gì có à, không biết. Mà, đi bộ gà tê ra đi xem một chút. Yeah. À, không được, không được, không được. Cắt rồi.キラキラ見るの好きやね、本当に。金が好き。金キラキラしてるの好きなんだ。ジュエリー。めっちゃ選ぶやん。真面目に選んでる、結構なんか真剣に見てる。すごいね。お兄さんまだ見てるの？買うんですか、お兄さん。買うんですか。それ一番ごついの肉で。やばいじゃんそれ。重いよ。なんかもう重量オーバーかも。重量オーバー。これが一番いい。かなりマニュアル。15万の。意外と安い。まだ高いと思う。来、đưa bà đeo thử cho con nè。Đây, ví dụ như con đeo cái này. Trời ơi. Trời ơi. Lựa từ nãy giờ.Đồ, đồ. Chút 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 chútとりあえず見てから他の見てみる、うんうん、危ないそいついたらゆっくりよぐるっとまた一周して戻らなきゃだねでも戻ったら買わなきゃいけないよ絶対、うん、あなんかあるんじゃない、あおもちゃあるよ興味ない興味ないいやいやあっち行くのあっち行って、あっち曲がって、あっち曲がって買うの？もう買ったら他のもの買わないけどいいの？何でも何でも買えないよ。カイト先行かんでよ。あそこあった、あった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 、あったね、帰ってきちゃったまた戻ってきちゃった。え、どれが一番気に入ってんの？
本当に一番気に入ってるやつ教えて。有好的愿望未来、どうも。未来。自分で決めてね。一番気に入ってるのだよ。でもメイドインで何ですか。これにする。じゃつけてみて、つけてみて。つけてみよう。うわあ、めっちゃ。うわあ、わお。わお。重いでしょ、やめる、うん、重いっていうか、ちょっと一回やめて。重いでしょ、やっぱり重いっていう、違う、重いわけじゃない。ほんと重いわけじゃない。つけないの。また悩む。よだれ出ちゃうよ、ほんと。え、待って待って、それがいい、そっちの方が軽そうやん。そう、自分で決めて。どちらにしようかなって悩んでんの、それ。決めた。さあ、どれにする。これ。重たくない OK? 絶対重たいと思うけど。OK? いいの。うん。それにする。もうあれにしよう。はいはい。これ、ちょいちょい、浮かんだや、浮かんだやつ、うん、そっちは返そう。はい、よし、あ、それがいい、そっちの方が似合ってる。あ、いい、かわいい、かわいい。そっちの方が似合って、かっこいい、かっこいい、かっこいいんじゃない、かわいいんじゃない。いや、もう帰って、いやだ、もうどっちか決めて。帰れません、もう帰れません。こっち、こっち、もうこ帰れないでよ。うん、払った、うん、まだまだ、うん、めっちゃ優柔不断やん。めっちゃ優柔不断やね。慎重にやってる。慎重なんだって。ちょっけるやべ、何ないない、やば、ばんなまんちゃいるな、あんちゃい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 ろん、あんちゃいろん、あんちゃいろん、なまどらまんちゃいろんかでろんあん。すぐつけるかって、つけよう、つけよう。つけばでよちゃ、はい、はい、ほら見せて、見せて、見せて。ベリーグース。はい、かっこいい。かっこいい、カイト。うん。ないじゃん。かっこいい。cũng bản lĩnh ghê, thích là được chứ không có thích người ta nói. Chào cảm ơn con. Bye bye.Cảm ơn cô. Cảm 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 ơn ちょっと、ま、もう一回ジュースさせて。もう一回ジュースさせて。ジュースして、何それ。ありがとうってこと。とりあえずこれで1階まで行くよ。なんかいい匂いがする。高級感のある。これは高級感。1階まで行って、はい、それでまだもの上に行く。そう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 。確かここから上上がればいいと思う。Okay. You got three person, include the children. You need to order three items in the menu. Three items, yes. Yeah, we have mocha, cocktail, and cake. We don't have coffee at night. Yeah, okay. Okay, thank you. 上に見とれてるね。めっちゃ綺麗。静かになったね。ちょっと雰囲気に負けてるんじゃないの。だって市場の時の方が騒がしかったよ。18回も何ですね、あ、あれ見てるの。いや、もう22回だよ。緊張してきたでしょ。緊張してきた。48階に来ました。まだ48階だよ。48階からもっと
あるってわけ？うん、まだ上あるよ。あ、そっか。7時間までした。髪が散るし。キルキルキル。すごいいいわ。いい。いい。いいですか。なんかちっちゃく見えるな。飛行機の上。え、ポップコーンミルクティーにしようかな。みかんとか。みかんはないんじゃない。じゃあ、ママ一みかん。あ、これはジャックフルーツ。一みかん。あっちが一番綺麗なの。なんで。こっちは綺麗じゃない。こっちも綺麗だよ、こっちも。あの高いビルがある。おい、かわいいね。かわいいじゃん、これ。あ、かわいい、かわいいね。これかわいい。らしいです。これかわいい。一番かわいい、ね。うん。こんなかわいいと思った。かわいい、かわいい。ラズベリーらしいポップコーンミルクティー。ジントニックです。あ、ラズベリーなんだ。わ、なんか濃いな。濃い。こんな、こんな。おうま、飲んでも美味しすぎる。美味すぎる。よかったね。美味しすぎるって。美味しいね、甘くて。甘くて美味しい。じゃあ本当だよ。本当だってば。めっちゃ可愛いの飲むやん。すげえ。美味しい。美味しいと無言になるもんね。うん、そうね。美味しい時、美味しい時無言でずっと吸い続けるもんね。うわ、酔っ払うわ、これ。一口ちょうだい。お兄さん。キキさん、案内してくれたんだ。なんやねん。はぁ、あ、いい夜ですな。いい夜ですな。ということで、今回はランドマーク81の75階にあるカフェに行ってきました。50万のぐらい出せば81階にも登れて VR も体験できるらしいですが、このカフェに来てドリンクを飲みながら景色を楽しむだけでも十分だと思います。ドリンクは1杯 20-30 万ドンくらいで、リックの地上のバーで飲むカクテルと、まあ値段は大体同じぐらいですね。ではまた次回に続きます。これ昨日買ったやつ。そうそうそういいやん、いや服似合ってる。あ、昨日買ったんやね、これ見てなかった。いいやん、今日オレンジおそろやん。おそろおそろ。何階かな。あった。ここかな。あった車。車あった。すごい。はい。ここだけ。ここでしょ。あ、こうだこう。あ、そこだそこね。あの、ああやってね。線入れたい。線入れたい。線入れ。ここ短くする？ここ短くして線入れるの？ここは長く？でも線何本入れる？線何本？1本2本片方だけ？あ、両方でしょ。両方 Z にする。 Z 入れるの？ここ、どっちも Z。 Z にするんですか？ Z するの？あ、これ見たからだ。え、これじゃあ、それ見せようよ、そのまま。ちょっともう一回見せて。ああ、なるほどね。これそのまま美容師さん見せたら切ってくれるやろ。それ取るの？あ、それ取った方がいいか。最後ハロー、聞いてる。What's your name? 名前は？あと言えないな。OK。OK。ね、寂しい寂しい寂しい。なんかこれ可愛いからなんかこうなってくるから、あ、不良になってくる。そう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 。あ、どうしよう。もう昨日一歩、今日また一歩踏み出して。
どんどんお母さんの手から離れていく感じがね、寂しい寂しい、どうしよう。ジャプチャーいいよ、ジャプチャー。もっと短くする、ここマフィア、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 ヤクザ、ヤクザ、ヤクザ。髪もっと長い方がいい、短いのがいい、オッケー、このくらいでいい、これはオッケー、これでオッケー、これでオッケー、かっこいい、かっこいい、いいね。はい、わし、洗わない、洗わない、でも毛が落ちるよ、大丈夫、洗っといた方がいい、うん、洗わない、洗わないの、はい、オッケー、I don't know。 ザクザザクザザクザ、わー、かっこいい、海藻、お水じゃん、わー、これ、わー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 、めっちゃウケてる、ヒップホップ、ヒップホップだ、ずいぶんこの2日で変わってしまった。誰ですか、あれ、あれ、あれ、めっちゃ可愛いわ、やばい、おおどどどど、大丈夫、大丈夫、最後バイバイヤクザって言われたね、よし、よっしゃヤクザ行こうか、一回もっかいない、取るのそれ重たいね、重たくないけど、ラインどのくらいで消えるかな、まあ、1週間ぐらいで目立たなくなるからね、伸びんの早い、うん、1週間だけで安心して、おいしそう、迷子になるよ、大東、遠くまで行かないでよ、アホなの、ちょい、ちょっと、サメもいる、ダメ、どうも、おじまんね、ガーデン、ハブカハイマン、アコン、え、アコン、いいやん、買って、買い買い、ハイマン、ハイマン、いいね、ここ。おいしい。おわん。警察来た。多分。警察来た。ないないない。あ、わお。やだ。どうする？これはいいの？あ、いいね。こっちの方がいいよ。そっちの方がいい。うん、急遽シートになりました。もはや。え？トイコンファイラーゴニャトイコンファイラーゴニャってここで新しいパパでも探して、そしたらベトナム入れるよ、そうですね、どうぞ、はい、しましょう、怖いカエルが来たから行くよ、カエル怖い、いい子行くよ、やばいやばいやばい、はい、どこ、動きがやばい、喜んでるよ、お母さんめっちゃ怖がってるけどね、行くよ、行こう、あ、握手だ、握手していきな、握手したらお金取られる、やばくないですか、あんなにいけるの、え、あんなにめっちゃ高くないですか、めっちゃ高い、わー高いねみんな買ってきてやっぱ自分であげてるんだね、いいね、なんか自由で、どうした？どうした？砂？いや、ぶつけた？ぶつけた？あー、ぶつけた。でも、なんか強くなったね。髪型がかっこいいから。髪型かっこいいから、泣かなかった。これもね。それのおかげ？ね、いつも泣いちゃうよね。強いな。強くなった。泣かなかった。強い男になったな。まあ、まあ、ほんと子供たちの遊び場やな。都会と田舎の中心みたいな感じだね。何ですかね、これは。なんか都会感と田舎感がなんかすごいね。すごいですね、これ。うん、本当、都会と田舎の中心ですね、ここは。確かに、都会なのに、都会なのになんかやって。なんか田舎っぽいよね、ここ。なんか。本当。
まだ開拓の途中だからなんかその雰囲気があるんだよね。ルンルル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 ルママ、おんぶして。おんぶ今日お昼寝しないから眠いよね。ヤクザ、ヤクザ、ヤクザ、おんぶ、ヤクザ。よいしょ、あれ、あ、軽い軽い。満面の笑みだね。めっちゃ嬉しそう、めっちゃ嬉しそう、めっちゃ嬉しそう。なんでそんな足伸ばすの。めっちゃ待てよ。お揃いみたい。やばい、入れないね、カイト。え、取られるんですか。いや、多分大丈夫。かっこいいやつ取られちゃうよ。かっこいいやつ取られちゃうよ。到着です。あとは次はまあだ。まあまあ。いやー、覚えたね。よって言う。全然帰る気してないの。帰る気してない。ねえねえ、朝帰る？朝帰る。飛行機取っちゃった。帰りたくない。マジでさ、帰る。あの、日本に帰る。朝着く。朝？うん。朝？うん。朝、何がいるの？何？え、朝に？朝に着く、日本に。何時に帰る？帰るのは夜の11時。え、じゃあ今？今は6時50分ぐらい。え、まだそんな？朝起きてから求人情報を見てました。あ、ここの？ついでに探しに行け、面接に行けばよかった。決めてから帰る。そう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 。どんな仕事があった？そんなないです。そんなないです。そんなないよね。だって工場の管理とかもないですよ。そうそう、管理職とか足りてないのはね。日本語教師が資格いる。わお、これ何？虫春巻き。おお、そう、もみじ。あ、もみじ。うん、で、こっちがホタテ入りのなんか、こっちは甘いやつだった気がする。エッグクリームカスタードミリみたいな。もちもちプルプルだね。エビいらない？エビいらないの？おいしい、おいしい。ホタテ。おいしい。あ、ママと、ママさ、赤ちゃんが。赤ちゃん？あ、これ、ケイちゃんの友達。直したからね、直したやん。直したやん。ママも大人でしょ。だけど、ママちょっとだけ。どうしたの、これ。だけど、ママ、カイト見ててよ、ちょっとだけ写真撮ろう。え、これ食べれる？これ食べる？周りだけ。多分これ骨抜いてあるんじゃない？骨あります。分からん。食べてみて。あ、骨じゃない。ある、ある。何？骨ある。何？ちょっと子供だ。力出した。いいんだよ。骨です。骨です。振ってよ。下に瓶があるじゃん。最初の日はどうなることかと思ったけど、もうダメだと思う。なんで？具合は。楽しめた、楽しめた。特にトラブルもなくて、ちょっと息子が不良になったぐらい。大問題ですよ。到着。その後はまたホテルに戻って、最後に夜のプールを見に来ました。いや、ここのプール本当にめっちゃ綺麗だし、誰もいないです。まあ、あのホテル宿泊者限定ですからね。夜は夜でいいね。わかりますよ。30分ぐらい。キーさん、本当はカイトの携帯もママからもらって、うん、昔の携帯ね、うん、もらって、その携帯の中になんかゲームあるから、それ一緒にやろうよ。カイトがやり方教えてあげるよ。教えてください。じゃあゲーム後でね。うん、タク
シーのところでね。うん、タクシーのところでね。すごい。うん、これはそこを押して、もう断る。うん、そう。それでもう一回やらないと。後ろを押せばすごい速くなる。あ、そうなの？後ろ押せば速くなるんだ。うん。めちゃめちゃ面白かった。青にする。面白かった。面白かった。よかった。よかった。どうしよう、楽しかったな。どうしよう、楽しかったな。こんなに楽しいことありますか。めっちゃ楽しかった。何もしないで座ってるのが一番楽しかった。どこが一番良かった。一番びっくり。忘れちゃった。一番びっくり。一番びっくり。びっくりしたことは。びっくりはないな。びっくりはない。まあまあ、でも2回目やからね。本当に帰る。帰るのか。まだ。まだ受け入れてない。まだ受け入れてないの。帰るの、うん、チャンスがあればその辺で降りる。降りる。何が起きないかな。何か起きないか。フットワーク軽そうやもんね。めっちゃ心配性ですけどね。心配性だ。めっちゃ心配性ですけど。めっちゃ人見知りなんですよ。嘘やな。嘘や。本当に。どこが人見知りや。全然人見知りやないや。それは人見知りじゃないけど、優柔不断、優柔不断。そう？だってメニュー見たらめっちゃ長いやん。そう？そう、全然息子のこと優柔不断とか言ってる場合じゃない。遺伝遺伝。すぐ決めなかったかな。遺伝遺伝。うわぁ、なんか今から誰かを迎えに行くであってほしい。私が行くんじゃなくて。迎えに来ただけ。はい、カイト、カイト。はい、ありがとう、そうでしょ、またよ。はい、カイトがキキさんにお礼のプレゼントをあげたいということで準備したんだよね、カイト。ねえ、そうです。これは何ですか。ありがとうございます。クオリティの低い。バイク。これダイソーでなんかイメージのものを探しに行ったんですけど、ちょっとなかなか。ね、バイクだからね、バイクに乗ったから、そうそうそう、なるほど、あれこれそうダナンで拾ったあの貝を貝殻買ったんで、貝殻くっつけてくれたんだ、そうそうそう、ありがとう、いいわ、かわいい、しかもメッセージ付きです、あ、そう、一生懸命書いたんでしょ、キキさん、案内してくれてありがとうございます、また会おう、大好きだよ会おうねはい、ありがとうございます。すぐ大好きになっちゃうからね。大好きだよ。はい、次は。はい、次は。あ、まだあるの。ありがとう。うん、これは。可愛いからね。これは特に。これ何？これ。貼り付けるのこれ。バイク。あ、分かった。バイクに貼り付けて。ブラブラさす。バイクに貼れるかな。分かんないけど。何かに貼る。そうそうそう。何かに貼る。テーブルとかね。じゃあお土産いただきます。ありがとうございます。カモンちゃうにゃん。11時に20あれえ1時え1時え VJ822 多分そうです20分って書いてありましたねえなんでなんであれえメール来てたかなトンバオクワンチョンベイリッチンツエンバイただのお知らせですよねいやでも重要なお知らせって書いてあるそれ見たんですよ見たけどその時何も変わってなかったおいぞよーいそんなに願ってるから帰りたくないって帰りたくないって願ってるからディレイしたいねネックレス使わないからもうしまっちゃって、まあ、荷物は先に預けれるのかなでも預けないからえ預けないのか、うん、あチケットだけもらうんか願い通り伸びた滞在時間がそうそうもっといいもっとクリーム乗せよう乗せよう乗せようなくなっちゃうよいや俺ほとんどいらないいいね初めて見たカフェスワーダー with 生クリームめっちゃ合うめっちゃ合う、うん、ほらディレイしてよかったよかった最後最後まで楽しめたはいじゃあお別れですよはいもうねもうダメだもう眠たいもう眠たいね写真だけお願いしますすいません写真だけ最後に頑張って笑顔で、はい、はい、もう、はい、ば、本当に笑顔や、本当に笑顔や、はい。
本当に頑張って笑顔しちゃうよ ね、すごい笑ってます。演技派やね、なかなか。はい、じゃあまた動画が上がる前に本当に来そうだね。まあ気をつけて日本帰ってね。バイバイ。はい、カイト君バイバイ。またライスペーパー食べに来てね。ありがとうしてよ。寂しいじゃん。あれ、あもうそれどころじゃない。それどころじゃない。ああ。じゃあ、失礼しますね。はい、バイバイ。手だけは振ってくれるの。ありがとう。はい、バイバイ。気をつけて、はい、見た目以上に感謝してますけど、ね、見た目以上に分かった見た目本当ですよ分かった見た目以上に感謝してありがとうございますバイバイ、はい。